和光チャンネルの小岩です。セールスの古山です。今日は初登場の古山さんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この2ヶ月越しのカミカミですけど緊張してます。そうですね、和光チャンネルに出させていただくことになりました、はいはい、そうですね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。和光に、セールスとして移動してきていただきまして、そうですね、はい、2ヶ月の修行を経て、はい、満を持してになればいいんですけど和光チャンネルに登場となりました、はい、皆さんこれからも古山さん出てきますのでよろしくお願いいたします。で、今日古山さんがなぜデビューかと申しますとですね、なんででしょう、なんでしょう、はい、今日ご紹介させていただくのがこちらポロ GTI の2021年モデルなんですけれども、うん、実は古山さん長らくですねポロ GTI に乗っていただいていると。お前 GTI 顔かって言われることが多いんですけども、いやGTI 顔じゃないですか全然楽しませさせていただいております。もともと車結構好きなんですよね。そうですね、まあ、ちょっとフォルクサーゲンに入ったのも実はポロが WRC に活躍してた頃からちょっとやっぱり好きで、うんうん、はい、いつかポロ乗ってみたいなっていうようなところもありまして、そうですね、この会社に入ればもしかしたら WRC に出れるんじゃないかなと思って、ドライバー目指せるんじゃないかな間違いましたね間違いました、はい、でも車が好きでフォルクサーゲン入っていただいたということで、はい、ポロ GTI にも乗っていただいてますので、はい、この車の良さというところもご説明してくれるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、今日はこの2人でご紹介していきたいなと何してカミカミです思いますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。周りお願いします。はい、ではフロント周りいきたいと思います。まずは基本情報からですけれども、全長4075mm、全幅1750mm、全高1440mm となります。標準のポロよりも長さだけ、15ミリですね、長くなっております。こちらの GTI エンジンは2リッターの、ガソリンターボエンジン、まあ、直列4気筒になります。馬力は200馬力、トルクは320ニュートンとなっております。でミッションは実式6速 DSG ですねとなります。まあ、ハイパワーなエンジンになっておりまして、かなり面白い車となっております。では外装のご説明いきたいなと思うんですけれども、まずはですね20年モデルから21年モデルに変わりましたので、その違いというところと、あとそれ以外のモデルとの違いというところですね、まあ、合わせながらご説明していきたいなというふうに思います。でフロント周りですけれども、 GTI の特徴でありますこの赤のラインですね、ずっとこちらまで、で GTI のエンブレムが入っているという形になっております。これが特徴ですね。でこの GTI のエンブレムのフォントも21年モデルから変わりました。私は結構好きですけどね、このフォント。そうですね、結構スリムになった感じしますよね。なりましたよね、うん、車のこう名前だとちょっとスリムすぎるかななんて思ったんですけど、うん、GTI いいですよね。そうですね、はい、ですね。で、こちらグリルがハニカムグリルですね。これもまあ GTI の特徴かなと思うんですけどね。これはもう伝統ですね。伝統ですね。この下も、ね、下側のグリルもやっぱり8の巣形状ですね、はい、で、はいはい、とエンブレムが21年モデルから、新しいエンブレムに変わりました。おなじみですね。おなじみですね。もうおなじみになりましたね、だいぶですね、はい、となっております。でこちら下に行きまして、GTI は専用バンパーになっております。でこれボディカラーが黒なのでちょっと分かりにくいんですけれども、実はこれコの字のラインが入っております。ここがですね。そうですね、はい、でこれでこうワイド感を出しているという形になるんですけれども、逆に黒を選ぶと全部が一体で真っ黒になるので、なんかこれはこれでまたいいなっていう感じがしますけどね。そうですね、結構黒になると割と締まっても見えますしね。締まっても見えますね、いいですよね。でまた白を選ぶとこの黒のこの字のラインというのがはっきり出てくるのです、まあ、GTI だと分かりやすいっていうところがありますね。一目瞭然ですね、まあ、ですね。ここがお好みの分かれ目だと思いますので、はい、私は黒いいなというふうに思いました。はい、はい、でこの下にリップスポイラーですね、アンダースポイラーがついているという形になってます。ここは塗装されておりません、はい、というふうになってます。で
こちらコーナーセンサーがこうついておりますけれども、これは標準ではありません、セーフティーパッケージというオプションをですねつけていただいてますので、つけるとこのような形になるという形になっております。ではこのまま横に行きまして、こちら GTI 専用の17インチアルミホイールミルトンケインズになります。これは都市名ですか？都市名ですね。イギリスの都市名になります。都市名つけてるの多いですね。そうですね、大体都市名ですよね、うん、はいとなります。で、こちら中にちょっとキャリパーが赤く塗られてるのが分かるかなと思うんですけれども、これは GTI 専用ですね、レッドキャリパーになります。これもまたかっこいいですよ ね、 そうですね。足元にちょっと華やかさがプラスされてます。本当ですね。真ん中のエンブレムも21年モデルなので新しいエンブレムに変わっております。このまま上フェンダー部分に行きまして、こちらにも、こちらにも GTI のエンブレムですね入っております。ではそのまま下に行きまして、こちらサイドスポイラーも GTI の場合にはついております。この塗装されてない部分です、これですね、これがサイドスポイラーになっております。ボディをワイドに見せる一役を買ってますよね。そうですね、はい、重心も低く見せるかもしれない、ね、そうですね、うん、はい、であとはドアの横部分ですとか、この辺は、基本的には一緒になりますので、フロント周りは以上です。じゃあ後ろ回りお願いします。はい、では後ろ回りいきたいと思います。はい、ではまずこの GTI 専用のところでいきますと、このルーフスポイラーですね、大型ルーフスポイラーがついております。伸びてますね。伸びてますね。この部分ですね。この部分が伸びた部分になります。で、またボディカラーが黒なので分かりにくいですが、ここはもともと黒、ピアノブラックで塗られてます。うん、なので、まあ、ちょっと画面越しじゃ分からないと思いますが、ここの色とここの色は違います。ピアノブラックは、まあ、ソリッドの黒ですね。で、こちらボディカラーのブラックの方は、まあ、ちょっとメタリックの入ったブラックになっておりますというところです。で、このまま下に行きまして、ダークテールレンズになってます。これちょっと標準の写真も載せておこうかなと思いますけれども、ちょっとダークになってますよね。そうですね、はい、後ろ来まして、また21年モデルなのでエンブレムが変わっているのと、21年モデルからこちら真ん中に GTI と入っていると。主張してますね。主張してますね。俺はポロじゃないぞという感じですよね。 GTI だぞ、これ GTI ですという形ですね、はい、ポロという名前は一切ございませんという形になっております。はい、でこのまま下に行きまして、リアバンパーもやはり専用バンパーになっておりますので、こちら下の方がアンダースポイラーのような形になってますね。これまた塗装されてない形になっております。統一感がありますね。統一感ありますね。前からこう後ろまでですね、つながっているように見えるみたいな感じですね、うん、でまたこのアンダーのところもハニカム8の巣と8の巣構造になってます。まあ穴は開いてません。マフラークロームのツインテールですね。目立ちます。目立ちますね。こう音も聞いていただこうと思いますけどね。マフラー音いきます。はい、ではエンジンオン。アクセルオン。となります。あとは後ろもセーフティーパッケージついてますので、コーナーセンサーがついているという形になります。このままあとトランクですね。はい、ポロ初めて見る方のためにもトランクをちょっと見ていただこうかなと思います。まあスペースはまあまあコンパクトボディなので、はい、ちょうどいいサイズではないかなというふうに思います。でこの下ポロ GTI の場合はバッテリーがトランクに積んであります。あ、はい、ここは意外と知らない方がいらっしゃったりしてですね、のバッテリーってやっぱり重量があるので、はい、の後ろにあることでバランスを保つことができるというのが大きな特徴になっておりますね。スポーツカーあるあるですね。あるあるですね。はい、でこちらのトノボードはですね、下にもちろん下げることもできますので、こうすると深く使うこともできるという形になっております。はい、トランクも使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ内装チェックお願いします。はい、では内装いきたいと思います。まあ GTI は内装もかなりこうインパクトが強いので、そうですね、はい、パッと見
GTI という GTI とすぐ分かるという形になってますね、はい、でこちらのパネルから向こうまで全て赤がつながっているという形になっております。でシフトノブ周りもですね。で GTI になりますとこちらステアリングも専用ステアリングになりますのでちょっと太めのステアリングになっててスポーティーですね。スポーティーですね。これやっぱりこうちょっと太めで握りやすいですよね。そうですね、握りやすい。あとちょっと径も小さくなってるんじゃないかなと思うんですよね。うんですね、うん、はい。で GTI のエンブレムも入っておりまして赤のステッチが入っているというのが特徴ですね。一周グルートですね。かっこいいですね、はい、で一番の特徴としましてはこちらのシートチェック柄のシートですね。 GTI といえばチェック柄伝統ですね。伝統ですね。1代目からですね、はい。古山さんがあの GTI なぜチェック柄かっていうのをあの挙げてくれてたような気がしたんですけど。そうなんですよ。この GTI が当時で設計してたデザイナーがですね、はい、流行り物を入れたんですね。おー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 。ファッション界でかなりあのチェック柄が流行ってたようで、うんうん、それをまあ GTI に採用し、はい、でその当時はフォーミュラカーとかそういったレーシングカーにもチェック柄が使われてた時期みたいですね、うん、あじゃあ結構スポーツカーといえばその頃は流行ってたからチェック柄がかなり使われて、うん、でそこからもうずっと続いているとそうですね、いうことですね。おしゃれな、まあ、今となってはもう GTI の特徴になってますよね。そうですね。このチェック柄もねあの実は世代があるみたいで。おお、そうなんですね、はい、世代によってもちょっとチェック世代によってちょっと違うみたいな。違うんですね。まあ、今後出てくるチェック柄も要チェックです。うまくまとまりました、はい、ありがとうございます、はい、では中入っていただきましょう。でこちらですねあのサイドシールプロテクションですね、はい、も GTI とロゴが入っているという形になります、まあ、これが入っている場合ですねあのステッププロテクターのシールは貼れませんのでご注意ください。そうですね、ボコボコになっちゃいますね、ボコボコになっちゃいますね、はい、となります。であとアルミペダルですね。これも GTI 専用となります、はい、ではこのまま中に乗り込んでいただきまして、はい、ではナビ周りですね、はい、フォルクスワーゲンのマークが出た後にですねなんか赤く出てきて GTI と。あ、気分が高揚しますね。気分が高揚しますね。ちょっとスピード出したくなっちゃいますね、はい、というふうになっております。メーターは特に、はい、あの普通のポロと違いはないんですがただ全体的に赤のラインが入っているというこのメーター周り真ん中のところもですねというふうになっているというところが違います、はい。で21年モデルですからナビゲーションもディスカバーメディアに変わっているというところになりますの で下に行きまして C ですね、非接触充電もついておりますですね。これちょっとあの、はい、私の車はくぼみがないので結構実はチーを充電するのも苦労してたんですけど今こうやってくぼみができたんで。あ、そうなんですね。あ、そんなに深くなかったってことですか。真っ平らだったんですね。あ、くぼみがなかったんでどこ行ってもいいんですけども、はい、場所によっては充電してくれなかったんですけどくぼみができたおかげで充電がしやすくなってますね。あ、分かりやすくなったんですね。あ、それは良かった。で USB はタイプ C に変わってますのでご注意ください。ちょっと見えにくいと思いますけど ね、はい、ランプが光るようになっております。インテリアはこういったところになります。フロントライトお願いします。はい、ではデイライト、ウインカー、ヘッドライトオン、ハイビーム、フォグランプ、以上です。ではリアライトお願いします。はい、ではライトオン、ウインカー、ハザード、リバース、リアフォグ、以上です。ではご説明は以上になります。ありがとうございました。いい車でしたね。いい車ですね、はい、
自分で自分の車を褒めたんですけど確かに確かにいい車ですね。でもね、はい、初登場お疲れ様でした。いい、ご乗車ありがとうございます。ありがとうございました。まず撮影してみていかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね緊張しましたけどもしましたけどしましたけど、はいはい、まあ、無事撮り終えたんじゃないかなというふうに思っておりますけども、うん、そうですね、すごく楽しく撮影させていただくことができました。ありがとうございました。これをちょっと気にですね、うん、今後も、うん、いろいろ出させていただいて最後までグダグダになっちゃう。いや本当そうですね。ぜひ鈴木君とともにですね、はい、はい、あと白石支店長とともに、はい、皆さんで出演していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、で GTI ですけれども、これもまた、いかがですか、乗っていただいてですね。そうですね、うん、割とですね、私は通勤にはですねエコモードを使用しています。あ、はい、モード選択できますからね。そうですね、エコ、ノーマル、スポーツですね。スポーツモードにするとスポーツサスペンションがついていますので、うんうん、かなり機敏な動き、はい、これもしかしたらちょっと女性にはですね、あれちょっと過激すぎるかなっていうふうに思いがちなのかもしれないんですけど、うんうん、実はエコにするとですね、割とエンジンの出力とかもですね、うん、まあ、コンピューター制御で割とマイルドになってますので、うんうん、結構女性の方で運転しやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うん、はい、なおかつやっぱり何気にやっぱり燃費も良くてですね、うんうん、まあ、大体 14、15キロは出てくるのかな。出てきますか、はい、あ、なんで、それしたら全然ね、で時にはちょっとスポーツモードを使ってみたり。そうですね、はい、時たま、です。荒くれの古山がたまに出てきたりやっぱり面白い車ですよね、うん、アクセル踏んだ時にやっぱりレスポンスであったりとか、うん、そういったところをもう本当にリニアに反応してくれますので、うん、乗りたいという方がいらっしゃればぜひ乗ってみていただくのはね、ただなのでね、市場はね、うん、そうですね、うん、ぜひぜひ本当に乗ってみていただきたいなという車ですね、はい、GTI、乗りたいという場合にはご予約が必要になりますのでご予約をお願いいたします。はい、でこちらのポロ GTI ですけれども、車両本体価格としましては本体369万9000円となっております。でこちらの車は全部付きなんですけれども、そうですね、まずナビゲーションのパッケージ、あとセーフティーパッケージ、あとテクノロジーパッケージという3つの、オプションがあります。で価格としましてはまずナビゲーションパッケージ、これナビゲーションと、あと ETC バックカメラというところですけれども、これが14万3000円です。でコーナーセンサー、サイドアシスト、リアアシストというこのセーフティーパッケージ、これが13万2000円で、液晶メーターと非接触充電チーですね、これが7万1500円というふうになりますので、全部このオプションをつけるとなりますと34万円ほどのオプションですという形、まあ、35万円ぐらいですね、はい、という形になりますので、本体価格と合わせますと405万円ほどという車になります。はい、ただエンジンは2リッターで200馬力320ニュートンですしね、はい、この走りと使い勝手の良さからしたらお安い買い物ではないかな、値打ちだと思います、ね、ですね、うん、なかなかこれだけの性能を持った車をこの金額で買おうと思ったらなかなか難しいですよね。そうですね、はい、なかなかねこのサイズ感っていうのもないですからね。 ないですよね、うん、まあ、かなり魅力的な車になりますので、まあ、金額だけでなくですね、まずは見に来ていただいて乗っていただいて、良さを実感していただければなというふうに思いますので、和光支店来ていただければ展示車も見れますので、ぜひご来店をお待ちしております。はい、では本日のご説明は以上になりますが、古山さん言い残したことはございませんでしょうか。全部出し切ってはいないんですけどですね、はい、ちょっと出し切っちゃうとねお客さん来る理由がなくなっちゃう。あ、そうですね、はい、ちょっと出し惜しみしたっていうことですね。ただ過度に期待していただくとちょっと困っちゃうみたいなありますけれども、まあ、ただねなかなかやっぱりいい車ですし、はい、実際にちょっと乗ってみていただいて、はい、初めてその良さが、うん、分かると思いますので、はい、まあ、ぜひ、まあ、パフォーマンスだけじゃなくてその実用性っていうところでは備わってますから。そうですね、ぜひ、はい、はい、でマル秘話も聞きに
してみていただければ、はい、いいかなと思います。はい、マル秘話持ってるそうなんで、ちょっとハードル上げちゃったかな、はい、だいぶ上がりました。はい、期待しててください。はい、では本日のご説明は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。